そういう気持ちやだな。はい。なんで伝わってくるのに出すんだよ、自分で。もう一回やれよ。やらせてやれんですか。やれよ。時に優しく、時に厳しく、道に迷える者たちに救いの手を差し伸べる達人。不況知らずで売り上げを伸ばす達人の商売繁盛の秘訣とは。ネバーギブアップ。アイゾン貧乏脱出大作戦。愛の貧乏脱出大作戦、早いもので今回で放送210回目を迎えます。登場いただきました達人の数183人に上ります。まあ、今回はその達人にスポットを当ててみようと思います。この不況をものともせず商売繁盛を続ける秘訣とは一体何なのか、達人の秘密に迫りたいと思います。まずは達人といえば技です。絶品の料理の数々を生み出すその技、究極の技に迫ります。研ぎ澄まされた技の世界。よくなろうと思って来てんだもん。うちそうです。はい。それが伝わらないんだよ。聞けよ。聞きます。ボケっとしてないで。はい。なんでそのゼロの気持ちでうちで仕事しないんだよ。変な、なんで余分な考え持ってるんだよ。東京神宮前、この地で20年余り江戸前の看板を掲げる名店おけい寿司。世の食通たちに必ずやうまいと言わせてきた江戸前の達人鈴木雅士。その秘密は何より寿司が雄弁に物語。マグロの漬け一つとってもただ醤油につけるものとは格段の違い。一箇所だけ焦げ目をつけ旨味を引き出したトロはまさに圧巻。食材すべてに手を加え仕事を施す達人の江戸前。海苔は風味が強すぎるからとここには軍艦は存在しない。確固たる信念が貫かれた唯一無二の味の桃源郷。大阪で寿司一筋20年、松本光義さんが江戸前の技をゼロから叩き込まれた。うちのウニね、はい、今蒸し上がり。なんで蒸すと思う？ウニの苦味を消すとかそんなんでもないと思うんですけどね。ウニの苦い色って何？それは悪いやつですからね。それは悪いやつじゃない。はい、悪いやつですからね。でしょ？はい。甘みが出たのよ。これ完全に蒸してないから半蒸しなの。はい。食べてものすごくうまかったの、俺自身がね。それをうちの店で使ってるわけだから、うちの商品は全部手を加えてるわけ、すべてに対して。蒸すといっても中が生の半蒸し。これがウニの甘みを一層引き立てる。達人こだわりのネタをさらに究極の味へと高めていくのが形だけでは通用しない熟練の技が必要とされる。うん、まっちゃんの握ったやつね。切りまして。いいですか？裏返すとこうですね。いいですか？裏を返します。こうなってます。今違うでしょ。広がりが下がる。ここで止まってるよね。こうなってるね。こうなってないの。ね、我々水広型って言うんですけどね。だから抹茶の場合は団子になってる。それで安定感がない。ネタに寄り添うように握られた達人のシャリ。口でシャリがほどける適度な隙間がご主人の方には見られない。抹茶こうやっていい。こうやってね。なんでやんのこれ。ああすっ跳ねたこれ、はい、洋服にシルクの洋服着てきたらどうする？すぐ入っちゃうよ。はい。出すときにこうして出したね。はい。江戸前握り最後の決め手はお客を前にしての演出である。はい、お待ちしてます。味方綺麗に出そう、綺麗に出そうって意識で見せる仕事、ショータイムだよ。
やってる時にこの必ず見られてんだなって意識して仕事しないか。